も3号です。先日いただいたコメント、3号さんといえば八重めこだと思っているんで、いつかは育成をしてほしいです。おめでとうございます。私も本当にそう思ってるので、今日はついに八重神子様の育成をしていきたいと思います。初めてこのキャラ欲しいと思った星5のキャラが八重神子様だったんですよ。まだ右も左もわからぬ時にね、八重神子様のピックアップをやっておりまして、顔だけ見てね、もう性格も性能も何もわからんけど、顔だけ見て、あ、待って、私この人欲しいと思って引いたんですよ、初めてのガチャをね。まあそこで時刻を見たんですけど、最近マジで私原点に帰ることが多くてさ、ナナちゃんもそうだったけど、初期の頃に使ってたキャラを今やっと育成し始めてるというね。いやー、なんかでも初期の頃に使ってたキャラ育成してるとなんかね、泣けてくるんだよな。なんかこの思い出がいろいろ蘇ってきてさ、あの頃大変だったなとか、あの頃しんどかったなみたいな。そもそも私あんま触れてこなかったんですけど、女性部門の顔ランキングで言ったら私八重神子様が一番ダントツで好きなので、お顔がね、見てよ、この可愛さと美しさをさ合わせ持つこのお顔、そして見てこれ、シャン、もう私どこになるかも分かってるからということで育成していきたいんですけど、その前にまずパーティーを決めようかなと思ってまして、パーティーがねすごい悩んでてね。あ、そうだそうだ、みんな見て、あのね、八重神子様のチーム編成組んだ時のモーションがめっちゃいいの。ちょっと見てない方のためにお見せするね。一回じゃあちょっと神瀬大香さんにしといて、いくよ、はい、素晴らしい素晴らしいです。もう八重神子様って感じだよね、本当に。様つけないと失礼なんじゃないかなと思うレベルで優雅じゃない。で、まあ絶対条件ね、私の絶対外せないのはこの方ですよ。親友でありライバルでもありなんかでもあるこの方、この二人は絶対に譲れないんで。で、あと個人的に絶対入れたいなって思うのが、はい、こちらの方です。ヨウちゃんのさ、爆発とかスキルどっちもそうなんだけど、雷と混ざるとすごい綺麗だなって思うんですよ。その強さとかじゃなくて、なんか見た目が綺麗だなって思うから、ちょっと入れたいんですよ。これヨウちゃんだいぶかわいそうだよねヨウちゃんの親友の仇でもある方と一緒ですからね、ちょっとそこは我慢していただいて。で、最後の一人なんだよな、問題が。ここにすごい悩んでてね、だから一回ここを水で行ってみようかな。これでちょっとお試ししてみよう。まあ、これやるとしたらこうして三角形に置くじゃん。あ、ちょっと離れすぎた離れすぎちゃった。多分この線、ここの線がさ3つ全部つながってないとダメなんだよね。まあ、こういう感じでしょ。あ、これほら、いくよ、これほら見て、ほら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 、見た目めっちゃ綺麗じゃない。これこれこれがやりたくてヨウちゃんを入れたんですよ。あ、でもそっか、ヒーラーいないぞこのパーティー、ちょっとやばいかもしれない、これちょっとやばいかもしれないちょっと待って、このパーティーボロボロだな。ちょっと一回退散。なんかね、私のライデン将軍って今熟知とかっていうのかなにしてるんですよ。この白先生パーティーっていうパーティーだと熟知を特化した方がいいですよっておすすめされて熟知特化してるんですよ。だからね、武器もこれにしてるの、この元素熟知が上がるやつ。その前はこれにしてたんですよ、漁獲に。これだとなんかなんていうのかな、私の感覚で言うと元素爆発の時にめっちゃ強いですよみたいなイメージで、こっちは本当に超回化反応やる時にいいですよみたいなイメージで、そうなってくるとさ、八重神子様と合わせた時は絶対こっちの方がいいじゃん。え、でもそうすると八重神子様パーティー使う時はこっちにして、白先生使う時はこっちにして、武器の切り替えをしなきゃいけないじゃん。え、やだ忘れっぽいプラスめんどくさがりだから武器切り替えできないんですよね。え、どうしよう。元素爆発ダメージ、元素爆発の回心率、わあこれいいな、やっぱこっちにしよう、漁獲にしよう。で、こうすると多分八重神子様との相性が良くなるのかな、多分。間違ってるかな。で、最後の一人よね、やっぱヒーラー入れたいな、ここ。そう、あ、待って、そうなってきたらさ、こうなる、これさ、でもこうなって、いやーでもなー、白先生パーティーあるしなー、これだとちょっとなー、どうしよう。あ、それかもうさ、こうするこれでいく、雷3人、風1人、
これどうなんだろう、雷3人とか3体いるとなんか変わったりするのかな。2体だけか。ちょっと一回これで行ってみようかな。もう雷すぎて画面が紫一色、楽しい私紫好きだから。そう、私紫好きなんだよ。だからかもしれない、これやりたかったの。いやー悩みますな、これはどうしようかな。まあ、とりあえずあれか、雷電将軍と相性が良くなるように八神子さんも育成したらいいか。それでもどうやってやるんだろう。私今ちょっといいの思いついたんだけどさ、これやるとおそらくだけど雷電将軍の爆発の威力がめっちゃ上がると思うのね多分。だからそうなると元素熟知がいらなくなるんですよ。で今雷電将軍私ね、ご覧の通り金メッキで揃えてるんですよ。だから私があのパーティーを作成するとなると、ここを絶縁の旗印に変えなきゃいけないんですよね多分。でもしそうしたらすごい、もう最後の砦と言っていいほどお世話になってきたこのパーティーが崩れてしまうんですよ。うわーどうしよう。切り替えたりセールスとか切り替えるっていう方法もあるけど、いやーちょっとめんどくさいな、さすがに武器だけなら。私もセールスまで切り替えるとなると結構めんどくさいな。うわー悩むな。うわーこのパーティーか、解散するいやでもやりたいやりたい、私このパーティー作りたい。雷電将軍の爆発でめっちゃ威力出てるの見たいし、八神子様と雷電将軍とヨウちゃんの組み合わせも見たいから、白先生パーティーのことはちょっと一旦考えないでこのパーティー作ろう。パーティー名どうしようかな。無双の人たち。え待って、このチーム名私が今まで作ってきたチームの中で一番いいんじゃない。よし頑張ろう。ということで、まずは、雷電将軍が今つけてるこの金メッキたちを、八神子様にあげよう。確か八神子様、金メッキがおすすめだった気がする。ごめんね、雷電将軍。今度、育成の旗印。育成の旗印って何絶縁の旗印の厳選するから、それまでちょっと待ってて。よし。冠がこれでしょ、杯がこれで、砂がこれで、羽がこれ、お花がこれになりました。で、あの雷電将軍がつけてたやつだと合わないやつもあったから、それはなんか持ってるやつをつけました。ちょっとレベル20になってないやつが冠と砂あるんですけど、一旦置いといてまずレベルアップさせようよ。今レベル50だからね八神子様の突破素材ってこの人なんだ、アビサルビシャップ。なんか全然関係ないように思えるけどな。まあいいや。じゃあアビサルビシャップ戦うか。ここです。大日神輿のとこにいるやつ。ちょっと待てよ。このパーティーで行ったら絶対やられるから。ちょっと一旦無双の人たちは下げて。アビサルビシャップって何パーティーがいいんだろう。放浪者パーティーでいいか、無難に。ちょっとゴロちゃんちょっと。ゴロちゃんはちょっと、ちょっと待てよ。誰で言ってたっけ。じゃあ最近私こっちに書いてたんだけど、ちょっと火力欲しいから先輩でいいか。アビサルビシャップ、私多分人生で2回ぐらいしか戦ったことないんだよね。おーって、ここエレベーターになってませんでしたっけ。あれなんかないんだけど、エレベーターが。これ1回降りちゃったらもうエレベーターじゃなくなっちゃうのかな。はい、ドーン。まあでも私螺旋でね、君たちは散々戦ってきましたから余裕ですよ多分。あ、全然当たってない。効かない効かない。勝利先生のバリアがありますから効きませんよ。あ、でもバリア壊されそう。あ、すごいバリア持った今、すごいな。うん、なんだ壁を破壊し、なんだそれなんだそれなんだそれ、壁ってなんだ、壁ってこれ、これのこと。あ、これ破壊できんの。そんなの全然破壊できないんだけど勝利先生かな。あ、勝利先生だ。オッケー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 。これが今チャンスだよってことかな。この間に攻撃しろよみたいな。やっべえ、ちょっと待って、バリアしてるはずなんで今めっちゃ食らわなかった放浪者。おーら来た、最大火力。お、24000。うわー、こういう時に限って遠くに行く、あるある。わ、なんか紫周り泳いでるぞなんか一人だけあいつ遊び出したぞ。なんで倒せ、よし、危ない。わ、なんかしんどかったな。よし、これの合成いくか。つばつばつば、これまさかの全然ないんだけど、やばいやばい、つば取りに行かないと。あ、そういえばたまにね、八重神子様じゃなくて八重巫女ですよって言っていただくんですけど、八重神子様はあだ名です。なんでじゃああだ名でそう呼んでるかというと、
初めて私がね八重神子様のガチャを見た時にまだストーリー上で知り合ってなかったから読み方がね分かんなくてっていうか、まあ当時の私は絶対そう読むだろうと思って読んだんだけど、まあ、漢字だけを見て八重神子様って読んだんですよ。でその後にねすぐあのコメントでみんな教えてくれて八重神子が正式名称だっていうことは知ったんですけど、だけどなんかその八重神子様って呼び慣れちゃって私が愛着が湧いちゃって八重神子様にニックネームとして呼び続けることを誓いました、その時に私は。っていう感じで八重神子様というあだ名ができたんですよ。いやー相変わらずあれだよな、ツバは本当に出にくいよな。こういう敵からもらえるアイテムの中で出にくいランキング第1位に君臨するんじゃないかレベルで出にくくない？すっかり油断してたわ、最近あんまりツバ使わなかったから。さあレベル50突破します。はい、おめでとうございます。あれなんかいつも三号さん突破のボイス聞かないんですねって言われるから、そうだ忘れないように聞かなきゃと思って待機してたのに何も言わなかった。よしレベルアップします。あ見て、私にしては珍しくさ経験値も結構あると思わない？これね最近気づいたんだけど、これあるじゃん、これ私ずっと第8章で止まってたんですよ。第8章で止まってて、なんでかなと思ったら、これこの暴風のように吠える竜2をクリアするって書いてあるじゃん、これトワリンのことなんだけど、2とかやらずにもう5とか6ぐらいの強さで行ってたから、ここだけ獲得できてなかったんですよ。でまあこれをね獲得できたら次のね第9章のとこのこの辺もなんか全部取れて、まあそれのおかげでね私にしては珍しく経験値本がいっぱいあるんですよ。まあいっぱいと言ってもこんなのすぐなくなるだろうけど。はいレベル上がってください。おしレベル60、ここからちょっと真剣に素材集め頑張ります。いやー大変だ、アビシャルさんはいはいはい、いやー渾身の落下攻撃が避けられた。おりゃ暗い、うわあ最悪だ最悪だ。すいませんけどこれどうやって取ったらいいんですか？これどうやって取ったらいいんですか？本当に落下攻撃してその衝撃で取る。はい、オッケー、お、すごい、頭いい。よし、見よ私のこの新超開花パーティーを。はいはい、これでこうしてこれでゆきちゃんのウルトが溜まってくれたら嬉しいんだけど、来た、こうしてでこうやって雰囲気上げて、そしたらもうあとはこれ、あたた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 あたた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 たあたたたた、どうどうこれうちの新超開花パーティー、ちょっと良くない？適当に作った割には意外と楽しいしいい感じかなと思うんだけど、最後のね八重神子様のあたたたたが楽しいからちょっとやってみてほしい。なんかどうしても最後の一個がさ離れちゃうんだよな、何なんだろう。もう三角形に置く練習しようかな。こう置こうとすると後ろに下がるんだよね多分。こうしてこうしてこうだ。苦手すぎる三角形置きが。おそらく突破が来たー、お願いします。ボイス聞く忘れないで。あれあれボイスが出るときと出ないときの差がわからんな。よしレベルガン上げは足りないか、3足りないぜ。とりあえずテンポを上げよう。スキル、お、大伝将軍闇バージョン解放してないわそうだ私すっかり忘れてたわ。そうだ、そしたらウルト上げたいけど、でもさっき言ってた新白先生パーティーを使うんだとしたら、八重神子様は通常攻撃を良くするから、ウルトよりまず通常攻撃上げたいかも。なんかこのおすすめ的にはね、最下位なんだけど、通常攻撃上げます。いけるとこまで行こう。レベル4。はい、ナイス。
とりあえず一旦この辺で。あ、で、八重神子様の武器なんですけど、なんかね、この流浪学章が一番いいらしいんだけど、これ平蔵さんつけてるんですよね。いや、でも私最近放浪者パーティーが楽しすぎて、平蔵さんあんま使ってないんですよね。だから、平蔵さんからちょっと奪いましょう。ごめんなさい。またあの流浪学章ガチャとかで出たら平蔵さんにお渡しします。よし、いいんじゃないでしょうか。とりあえず残ったレベル3上げたいな。あ、ちょっとこれ八重神子様レベル上がったからさ、この状態でこの新白先生パーティーどんな感じになるかな、試してみましょう。はい、三角形に置いて、私頑張って、ちゃんと綺麗に、いて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 、置いて、オッケー、置けた。おお、おお、え、結構いい感じのダメージ出てない？ほら、私何もしなくてもみんな死んだ。何もしてない私。これでもちょっと通常攻撃も上げたから通常攻撃も使いたいな。よし、ここのケージの花で捉えて、で、これを置いて、はい。で、イエランのウルトを使うんですよ。で、この状態で通常攻撃。はぁ、めっちゃいい。楽しい。めっちゃいいな。ははーって言ったもんな。はぁ、これで、うわぁ、ギリギリ無理か、ギリギリ無理か、あ、よかった、ギリギリいけた、ギリギリいけた。おーし、レベル80になりました。おめでとうございます。これでやっと無双の人たちパーティーを使えるぞ。いや、まあでもライデン将軍に装備してた生物全部八重神子様に渡したからさ、多分攻撃力は全く出ないと思うけど、どんな感じになるかっていうのだけでも、ちょっとみんなのルート貯めるか、とりあえず。きたー、やべー。こうしてこうするじゃん、こうして、で、こうやって、で、こうして、痛い、で、こうかな、で、こんな感じ、これ合ってますかね、多分こんな感じになると思うんだけど、イメージ的には。これで雷電将軍の生物を絶縁で集めて、で、またこのパーティーでやってみよう。そう、あとはこれです、雷電将軍の伝説任務の第2幕、これをやって雷電将軍と戦えるようにすると。ということで、美しき八重神子様の前でお別れしましょう。シャン。